速稼塾の久保です。世の中には成功者と言われている方がいますけども、成功者っていうのは成功してない人に比べて失敗の数が少なかったんでしょうか。それとも失敗をどのように生かしてやっぱり復活の手がかりとしていたんでしょうか。そういうことを、考える中で、私は今回、こういうふうなことなんだろうなというふうな仕組みを解説することにしたんですね。おそらく私も自分の体験から見てもこうなんではないかなっていうことが言えるかと思います。スライドショーでお話しますので、まずはそちらの方を切り替えてご覧ください。どうぞ。はい、それではこちらのプレゼン資料に移らさせていただきます。苦境、絶望というものは誰しも対面するものでありますけども、その時ここからどういうふうに復活していくかってことを成功者に学んでいこうと思いまして私なりにまとめたスライドショーをお送りします。よろしくお願いします。はい、質問です。ビジネスや投資で必ず遭遇するものとは何だと思いますか、ということなんですけども、どうでしょうか。すぐ出ないですかね。私はこれだと思うんですよ。トラブルですよね。ビジネスにおいても投資においても、そして人生そのもの、人間関係においても必ずトラブルに遭遇します。トラブルに遭遇しないことはないと思います。もしトラブルに遭遇しない人生があるとすれば、それは何もしてない人生だと言えるんではないかなと思いますね。で、全てはリスクをはらんでるんですよ。道を歩いていても、車を運転していても、恋愛関係にあっても、ご飯を食べても、全ては何がしかのリスクをはらんでいるわけですよ。ですんで、そのリスクに対して普段何を考えているかなという、一人一人の資質が大きく問われていると思うんですよね。はい。では成功者はいかにして成功しているかってことをお話していこうかと思います。成功者ってのはリスクを取り続けているってのが前提条件であります。リスクを取っていないってことは、これ何もしてないのとイコールだというふうな形です。もちろんリスクってない方がいいんですよ。リスクはない方がいいんですけども、やっぱりリスクリワードと言いますけども、リスクの分だけリターンがある。本当に求める利益の数だけ、逆目を引いて同じだけの損失を得る可能性があるってことをよく理解してるんだろうなと思いますよね。それが前提条件です。次、だからこそ全ての行動にリスクヘッジをしているっていうのは最低条件だというふうに成功者は考えてるんではないかなと思います。全ての行動に対してそれがうまくいかなくなったら、予定通りじゃなかったらどうするということ、リスクヘッジを最低条件にしてるんですよね。ですので成功してない方はもっとリスクを取り付けないといけないですし、もっとそれに対してのリスクヘッジをしていかないといけない。でも成功してないくせにリスクヘッジをしてない人っているんですよね。そういう方は失敗してもしょうがないと思うんですけども、こういうふうに成功者のやってるようにリスクを取り続け、そして取り続けたリスクに対してリスクヘッジを必ずしてるとどうなるかというと、結果トラブル前よりも大きくなっていくんですよね。それはリスクヘッジ、どのようなリスクヘッジをしてればよかったかっていうことが分かるというところと、リスクヘッジってのは基本的に以前よりも大きな結果を出すために、もう以前に戻るためではなくて V 字回復するためにやってるわけなんですよ。一刻も早く現状の状態に戻って、さらにテコの原理を応用して失敗を、トラブルを逆手にとってメリットに変えていくということを同時にやるわけですよね。これを空手でいうと交差法っていうらしいですけどね。はい、トラブルよりも大きくなっているということですね。だから成功するわけなんですよ。トラブルが起きる前よりもトラブルが起きた後の方が大きくなっている、それを繰り返すから成功者と言われるんではないかなと思いますよね。はい、次なんですけども、で仮にもしあなたが未だに何らかのトラブルから抜け出せないとしたら、そういう人に考えてほしいんですよ。何かのトラブルに巻き込まれた、そしてそのトラブルから1ヶ月、3ヶ月、半年、1年抜け出せていない、その状態がまだ尾を引いてるとしたら考えてほしいんですよ。それは自分と同じようにリスクがトラブルとして顕在化した時に、成功者は何をやってるのかなと考えてますか。そして自分は真摯にそれを真似ているんでしょうか。どうでしょうかね。自分と同じように成功者もトラブルに巻き込まれて落ち込んでいると、状態が悪くなっている、その時に自分は何をやってるかなってことをもう一回考えてみてほしいんですよ。そして同時に成功者は同じその瞬間何をやってるかなと、愚痴っていますかね。誰かを攻撃しているか、誰かの足引っ張っているか、いつまでもそのトラブルに捉えられて行動できないでいるか、どうでしょうかね。きっと成功者の方ってのは新しいアクションを起こしていると思うんですよ。リスクヘッジを行動に変えていると思うんですよ。
じゃあそういう姿を見て自分は真摯にそれを真似ていけてますかってことなんですよね。まあ、あの人が何かやってるけど自分とは違うよねっていうふうに、結局自分が何もしないことを、そういうふうに正当化してただ手をこまねているのかなというところですね。でね、成功者と違うルートでトラブル脱出しようとはしていないだろうかってことも問いかけてもらいたいんですよ。成功者と同じルートでトラブルを脱出した方が私はいいと思うんですよね。はい、次ですね。新しい質問ですけども、成功者はトラブルに際して何をしているか気づいてますか？成功している方ってトラブルに巻き込まれた時、あなたと同じように何がしかのトラブルで足を引っ張られている時にすぐに行動を起こしているはずなんですよ。どんな行動が気づいてますか？おそらくですね、回答としてはこうなんじゃないかなと思うんですよ。誰が悪いのかをはっきりさせる。そして責任を誰に追及するかを明確にすることはしないんですよ。逆です。違います。これね、成功しない人が考えることなんですよ。誰が悪いんだとかね、誰の責任だと、あいつが悪いんだと、あいつに責任を取らせようと、訴訟を起こそう、これうまくいかない人がすぐ考えることです。じゃあ質問に戻ります。成功者はトラブった時に何をしているか。次です。何が悪かったのかな、どこに自分の落ち度があったのかなをまず明確にするんですよ。これどうですかね。人に指摘されてね、その時に初めて気づきますかね。もしくは人に指摘されて、いや自分は悪くない、あいつが悪いんだって、結局自分のことを顧みないような、そんなことしてますかね。成功者はですね、いや自分のどこに落ち度があったのかな、自分の下調べってそんなに甘かったかなっていうふうに必ず自分を反省して、あ、こういうことだったんだっていう形で以前よりも強くなってるんですよね。そして原因が明確になったら改善案を一つ一つ立案して、その一つ一つを行動に移すんですよ。そうなんですよ。何が悪かったのか、自分のどこに落ち度があったのかってことをはっきりさせた後にそれに対して一つ一つ行動に起こしてるんですよね。それでプラスアルファなんですけども、おせっかいにもですね、成功者の方ってそういうふうに自分で原因が分かった時、そして改善案を立案した時、それを行動に移すと同時に他の人のサポートも引き受けて自ら行動するんですよ。こうやったらいいよ、こうやったら自分は進み出したよと、こうやったら別のところから例えばね、資金的に、復活してきてるよっていうふうになぜかね、タダで教えてくれるんですよ。すごいですよね。片やね、成功してない人は誰が悪いんだ、あいつのせいだって言ってるのに、成功者の方っていうのは、あれ、どこに自分が悪かったのかな、あ、ここだな、よし、じゃあこういうことで新しい行動を取っていこう、みんなこういうふうにしたらすぐ復活できるよって感じなんですよ。そういうことを体験したことないですかね。はい、リスクヘッジを発動させるってありますよね。成功者の方っていうのはいつもリスクに対してリスクヘッジをしてるんですよ。トラブルに巻き込まれた時にそれを発動させます。例えばね、次のビジネスに利点を移します。何かのビジネスで失敗して資金的に苦しくなった、人脈的に苦しくなった、そういう時にはすぐ次のビジネスに利点を移して、あの B 案とか C 案とか D 案っていうもともと準備していたリスクヘッジを順番にスタートさせるんですよね。で B 案でうまくいって復活できれば、B 案をしっかりと進めていく。 B 案でもダメなら C の案を出していくんですよ。で C の案でもダメだったら D の案を出していくという形で2の矢3の矢を必ず持ってるんですよね。あなたはどうですかね。次、トラブルには個人で挑むのではなく、なるべく団結して解決することを促します。ですんでみんなでできることを探しましょうっていうふうに声をかけていきます。そのためにもサポート、先ほどお話しましたけどもね、そのためにもおせっかいにもいろんな人の手伝いをするわけなんですよね。次です。少なくともね、他者に何かを任せて待つ、いわゆる期待しっぱなしをするのではなくて、こんな時こそ自分で動くんですよ。トラブルに巻き込まれた時こそ自分で動いていくんですよ。ね、もともとトラブルに巻き込まれるってことは、自分がそれほど動いていなかったってことの裏返しでもあるんですよね。はい、ここで気づきがあります。打つ手が見つからない場合どうするでしょうか。これはね、リスクヘッジができていなかったんだっていうふうな気づきに変えてもらわないといけないんですよ。確かにそうですしね。もしくはね、リスクヘッジが足りなかったという現実を受け入れていくことです。リスクヘッジはしていたんだけども、あ、ここまでのリスクヘッジはしてなかったなっていうふうに現実を受け入れていくことで
次の一歩が進めるんですよね。まさに誰が悪かった、あいつのせいだって言ってる暇はないんですよ。で、成功者と書いてますよね。はい、成功者なんですけども、トラブルを教訓として生かし、さらに進化成長する、これが成功者なんですよ。おそらくね、同じトラブルに巻き込まれた時にもうね、次の日からはすぐに行動してるんですよ。次の日からすでに進化してるんですよ。そして3ヶ月後とか半年後に資金的に復活して新しい人脈を集めて、もうすでに次のアクションで成功し始めてるんですよね。これはですね、トラブルがなかったらずーっとその案件っていうのは続いていた。でもトラブルがあったから新しい案件に活路を見出すということで、別のルートをもう見つけ出してるんですよね。そういうことだと思うんですよ。ね、結果ですね、成功っていうのはそのまま成功でプラスになるでしょ。で、失敗してもそれを活用して以前よりも成功するから結局プラスということで、成功者はね、何が起きても結局プラスに持っていってしまうんですよね。はい、矢印だって結論的にまとめていきます。だから成功者になり得るってことなんですよね。いかがでしょうかね。このスライドショー最後のページ、とても重要なまとめになっております。成功者ってのはトラブルをすぐに教訓として生かして、さらに進化成長するんですよ。だから成功すればそのまま成功だし、失敗してもそれを活用してテコの原理で以前よりも成功する種とするわけですよ。だからどっちでもどんとこいっていうのは成功者なんですよね。だから成功者になり得るんですよ。成功できてないってことは、成功すればそのまま成功で、これはね、誰でもそうですけども、失敗した時に誰かのせいにして、何かのせいにして、もう自分は投げやりになってね、ただ誰かが自分を救ってくれることを待つだけ、新しいチャンスが自動的に流れてくることを待つだけという状態になります。だから成功者になり得ないんでしょうね。はいはい、いかがだったでしょうか。私はね、こういうことなんだろうなと思いますよね。成功者っていうのは失敗のたんびに、失敗する前以上に這い上がってくる、それを繰り返していく。要するにね、 FX の N 字のように、落ちちゃそれ以上に上がって、落ちちゃそれ以上に上がってということで、まあ失敗を糧として、失敗してない時以上の成果を出していくってことを繰り返すのかなと思うんですよ。で、反面ですね、成功してない方っていうのは何かトラブルに巻き込まれたらそこで腐って終わる、もしくは誰かを攻撃して人を詐欺扱いしてそのまま潰れていくってことなんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりね、自分が起こした行動っていうのは自分の決定によって起こしてるんですよね。で、自分の決定はなぜしたかっていうと、自分の判断でしてるわけなんですよ。まあこういうところに立ち返らない限りは、結局は世の中のせい、誰かのせい、タイミングが悪かった、運が悪かったで、何の反省もないまま自分はそのまま落ちていくだけということになってしまうのかなと思うわけですよね。私もいろいろとね、気をつけないといけないなと思った一面でございました。それでは本日もありがとうございました。